絶望は幸福への伏線である。もう一度言おう。絶望は幸福への伏線である。絶望的だと感じた出来事こそが自分を幸福へと導くことができる最も重要な伏線なんだ。幸福を手に入れるためのシナリオは君の目の前に現れている。それこそがつまり私のことだ。